ポルトガル、夏の終わりは2019年のアメリカ合衆国、フランス・ポルトガルのドラマ映画。監督は、アイラ・サックス、主演は、イザベル・ユペール、グレック・キニア、マリー・サトメジェレミー・レニエ、ブレンダン・グリーソンなど。ガンで余命わずかの世界的名女優と、彼女がポルトガルの美しい秘書地へ呼び寄せた家族や、親友たちが織りなす、人間模様の行く末を描いた、群像劇。 フランソはクレモントはヨーロッパ映画界における大女優であり一族の女課長でもあった。ある年の10月、フランキーは自らの死が近いことを予感した。そこで彼女は一族全員と友人の一人であるアイリーンを呼び寄せ、ポルトガルのシントラで最後のバカンスを楽しむことにした。しかし、フランキーがシントラ行きを決めたのには別の理由があった。それは、 一人息子のポールとアイリーンを引き合わせ、結婚へと導くためであった。ところが、アイリーンにはすでに恋人ゲリーがいたのである。2018年2月14日、アイラサックス監督の新作映画、A ファミリーバケーションに、イザベル・ユペール、グレック・キニア、マリー・サトメイ、ジェレミー・レニエが出演することになったと報じられた。10月、本作の主要撮影が、ポルトガルで始まった。 同月16日、ブレンダン・グリーソンとアリオン・バカレがキャスト入りした。2019年4月1日、リコン・ハイン・クリフェが本作で使用される楽曲を手掛けるとの報道があった。2019年4月30日、ソニー・ピクチャーズ・クラシックスが本作の全米配給系を購入したと報じられた。5月20日、本作は第72回カンネ国際映画祭で、 プレミア上映された。その際、フランキーというタイトルで上映された。8月16日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。映画批評集積サイトのロッテ点トマト図には104件のレビューがあり、批評家支持率は56%、平均点は10点満点で5.5点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は欠点はあるが、 俳優陣の演技は上々である。ポルトガル、夏の終わりにおいて、アイラ・サックス監督は、登場人物たちが織りなす複雑な人間関係の中で立ち往生しているが、素晴らしいキャストのおかげで、たびたび脱出に成功している。となっている。また、メトクリティックには29件のレビューがあり、過重平均値は55、100となっている。ありがとうございます。